法海寺は神奈川県鎌倉志小町にある天台宗の寺院。三号は金竜山。照明を金竜山100万院に縁丼だから海寺と称し、本尊は地蔵菩薩。萩の名所として知られ、萩の寺とも呼ばれる。法海寺は鶴岡八万宮山の鳥居前の道を右に行った月あたりに位置する。地域は宝城義時以来の歴代の 北条特捜家の屋敷地跡と伝える。特捜家九代目当主で、鎌倉幕府元執権の北条高時は、現行3年5月22日、日田吉貞の軍に追い詰められて、火災が谷の東照寺で自害、一族老百874名も、運命を共にし、鎌倉幕府は滅亡した。崩壊寺蔵の兼務2年3月28日に、作成された。 足利高氏寄進状案には、崩壊時の造営領として、カ佐国武社軍小松村と、では国をなじましょうの土地を寄進するとあり、この頃ようやく宝会時の造営が本格化したことが、わかる。これ方勘定寺予期という文書によると、二世十字のこれ方によって勘定が、宝会時で初めて行われたのが1354年で、あり、この頃に、 ようやく時間が整ったものと思われる。鎌倉幕府が滅亡した5月22日に、北条高時の慰霊のために、徳高大権限会、大般若行天読会が行われる。徳高大権限として祀られている、北条高時のご神像を、権限堂から本堂に移して、大般若教を天読し、歌舞音曲を奉納する。大般若教の正式名称は、 大半にゃはらみた京都い三蔵法師がインドから持ち帰った600巻に及ぶものである。鎌倉33カ所1杉本寺に宝開示。3案要因現在の対応歴でも換算せずに5月22日に行う。http コロンスラッシュスラッシュ hokaiji.com スラッシュアニュアル。イベント、イベント、インデックス、html ハット。 三島幸夫の総合研究解放307号、ありがとうございます。